皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、10月18日21時9分、横浜 DeNA、対、読売ジャイアンツの試合が先ほど終わったところです。皆さんお疲れ様でした。今日の試合はですね、ちょっと自分の方もちょっと力み等が、見受けられる、立ち上がりでした。高めの釣り球とか、自然と頭の中で よぎったというか、その場面を見てそう思ったりだとか、そういった部分とかがあったんですが、読売ジャイアンツの岡本選手の時に、その力みの部分で、それまで高めの釣り球って、はっきりとその、ボールゾーンのところに行ってると。それが岡本選手の時には、多分ストライクゾーンに行ってたと思うんですね。で、球場の性質とか、岡本選手が、ホームランバッターであると。で、外とか、真ん中とか内側とか、ありますけども、高めの、真ん中や内側よりのボールのストライクゾーンに行ってしまいましたと。で、基本的には先制点狙いだったんですけども、点数を取られて、いつも通り、民法720条の正当防衛を意識して、対応していました。で、オースティン選手が、ホームラン、打ってくれてですね、同点に、なってですね、その後の、場面ですけども、勝ち越しした時が、巨人のピッチャーの方が、ワイルドピッチという形になったと思うんですけども、それまでのこちらのその力みの部分が、今度読売ジャイアンツの方にも現れたと、そういうふうな形に、見受けられました。あとは今日の試合でですが、4回の時、ツーアウトランナー1、2塁、フォード選手の時ですね、ボールカウントが3ボール1ストライクの時、こちらに積極的に積極性があれば、多分心の声で次のボール狙い打ちに行きましょうだとか、多分そういう心の声が伝えれてたと思うんですよ。そこをその時、伝えるべきだったなと。今日の試合全体的に見た時に、3ボール1ボール、3ボール1ストライクの時ですけども、もしそこでフォアボールに出たら満塁になるわけじゃないですか。だからその辺のところで、多分フォード選手に打たせてあげようという気持ちがあったら、そこで、狙う打ちに行きましょうというような発想の方にきちっとこう心の中で、整理がついて伝えれてたと思うんですね。やっぱりちょっと頭の中で、ここでもしフォアボール出したらっていうのもちょっと意識があって、そういった心の声が、伝えることは、次のボールもそこも積極的に、狙い撃ちに行きましょうと、積極性があったらそういう言葉、次のボール狙い撃っていきましょうと、そこは もちろん四隅のところの、難しいボールとかでしたら、軽打に切り替えてだとか、その辺のところは対応していただいたらいいんですが、多分相手ピッチャーの心理からすると、次はもうストライク入れに行かなきゃならないという場面、
だったので、まあ、その辺のところ、まあ、選球眼プラスバットコントロールという言葉のワードはしっかりと組み立てれてるんですけども、まあ、その辺のところを、まあ、フォード選手にお伝えすることができる、まあ、多分こちら考えてる内容も多分フォード選手にも頭の中起こってますから、だから僕はその、まあ、フォアボールとかを意識して時に多分フォード選手も意識してたと思うんですよ。まあまあそれはもう後から物事を見直してみなかったら、まあどういった部分でも、もうその狙い打つのところのところまで来ると、まあ場面とかを考えると、まあ究極の選択に近い部分に近づいてきてる部分だったんですが、まあまあそこで、まあそこはちょっと今日のところで言うと僕の方がですが、対応の仕方ももったいなかったなかというところです。と、あとは6回の時の、まあまあ、自分の自己反省みたいな形で、まあ、世界戦もある程度意識してますし、まあ、6回のバントの時ですね、ノーアウト1、2塁のケースですね。まあまあ、一応まあ、まあ、接戦の硬い野球っていうのは、抜けそうな当たり を、まあ、セカンドの選手が、きちっとダブルプレー、取ったりだとか、まあ、今回の日本シリーズを、まあ、全体的に見るとですね、まあ、その辺のところで、そのいつもそのノーアウトで1、2塁のケースだったら、まあバントのケースだったら、まあサード前っていうことを意識できてたと思うんですけども、それはまあ今日の試合では自分の中で足りてなかったなと。まあそのまあバントの方がまあキャッチャーのすぐ前で、まあどちらかというとファースト側に転がってますので、まあサード側にまあちょっと強めのバントをして、まあサードの選手に、取ってもらうような、まあ、取らせるというか、取ってもらうというか、まあ、そういうふうな状況だと、まあ、絶対、ワンアウト、2、3塁にできると。まあ、その辺のところで、まあ、言葉の組み上げっていうところが、まあ、ちょっともったいなかったかなと。まあ、まあ、その辺のところで、んー、まあ、まあ、それを神がかり的な力の世界に置き換えると、まあ、何が正解だったかっていうところはちょっと分かりづらいところあるんですが、まあ、8回9回のところの、まあ横浜 DeNA さんが、ランナーが出てる時などに関しても、まあ、まあリードしてますし、まあ守備に力の重きを置きつつ、まあ点を取るのを狙いに行くと、まあ、こういうような形で対応しました。で、まあ、その辺のところで、まあ、最後の方だったんですけども、うん、まあ、僕の方でももっと強く意識してればよかったと思うんですけども、まあ、ボール球、特にツーストライクに追い込まれた時のボール球で、まあ、バットが止まってなかったところが、まあ、まあ、うん、ある程度その相手の配球に対してこちらが意識をかなり持ち始めると、そのまあ、うん、まあバッターの方に、まあお互い最初の方聞こえてるんじゃないかなっていう部分があるわけじゃないですか。だからまあノーボールツーストライクの時、まあ普通ボール球を投げてくると、まあ特に相手からしたらこれ以上点は上げれないわけですから、まあ無難に、そこはボール球を投げてくる、落ちるボールなどなんですけど、だからまあその辺のところで、まあバットが止まらなかったっていうところは、ちょっとまあ、だからまあ今日の試合全体的に見ると、僕の視点から見るとですよ、まあちょっとまあ僕の方が気負っていたのかなと、まあそういうふうな形がまあ試合で現れていたんじゃないかと。まあ全体的にですよ。まあまあ、まあ、なんか書いてるとか、まあ、まあ、審判の方ももしかしたらおっしゃってたんじゃないかなと思うんですけども、あと他にも、まあ、その、
まあ、書いてるっていうのは、まあ、今日の試合の経過をですね、まあ、空いてるメモ用紙といいますか、まあまあ、こういうふうな何でもいいですから、裏にこう書けるようなところに、まあ、上の方こう書いてるのが、フォード選手、3-1 の時です。ランナー1、2塁、狙い打つ場面で、心の声で積極的に送るべきでしたと。まあ、狙い打つというワードをですね。まあ、そういうふうなところの場面とかの、まあ、外国人選手を、まあ、活躍させてあげようという、まあ、そういうふうな意識ですね。まあ、そういったところもちょっと意識しながら、しなければならないなと、その、打たせてあげなきゃならないなと、その、活躍させてあげなきゃならないなと。まあ、そういうふうなところですね。まあ、それで、まあ、オースティン選手は、まあ、こういうふうに、ハートっていうところ、気持ちの部分っていうところを、表現されてたんですが、まあ、まあ、そういう部分、プラス含めて、まあ、僕の裁判の件ですよ。まあ、佳子様の件とかを、まあ、あれこれ言ってる件の中で、こちらとしての狙いとか全部最高のシナリオを描いてるつもりなんですよ。その精神を精査されなくなる薬だとか、その佳子様の公務で、まあ、天皇陛下とかもその身体障害者の人たちのところに、まあ、もしかしたら以前 の、 ニュース動画かもしれません、まあ行かれてると。でその精神を精査されなくなるされなくなる薬だとか、まあその女性バージョンのものだとか、それ飲んだ時にそのちゃんと健常者が生まれてきてるのかどうかだとか、あと奇形児の人たちが生まれてきてる可能性、その率、そういったものを調べてほしいって言ったんですよ。でそれはちゃんと現場行かなかったら、下からの報告だったら、どうせこんなにもう夜中のニュース見てもらったら分かる通りフェイクニュースだらけですから、もうどうせいい加減な情報を上げてくると、それで言ってくださいって言ってたんですよ。だから今回の共同訴訟人として、秋篠宮佳子様とかをその僕は求めているのはその完全に正解なんですよ。そこでこちら側に出てきてもらって、勝訴を勝ち得たとします。まあいろんな証言とか出てきてね、まあその段階最初の頃はまずテレビ局をね、しっかりと抑え込んでいかなきゃならないっていう部分があるんです。最終的にそれテレビで放送をするところまで話持っていきたいですから。でそれとあとプラス判例を共同訴訟人の場合、そういう精子の生産されなくなる薬とか作っちゃダメよっていうようなことをしっかりと判例として皇室も保有できるような形になるんですよ。裁判所に置いていたら、まあ、判決に関しては、まあ、それまでにこう裁判用に提出した書類とかなんですけども、そういったもの判決の書類は出てくるんですけども、その裁判のあれこれいろんなことがあった、証拠だとか、書類だとかそういったものは5年でなくなるらしいんですよ。まあ、裁判所の人は言ってましたから、まあ、まあ多分そうなんだろうなとは思いますけども、まあ、いろんな人たちの裁判はずっと何年もこう積み上がっていったら、こう置く場所だとか、まあ、誰が管理するんだっていうことを考えていくと、まあ、無理があるとかないとかを考えると、まあ、そういうことなんだろうなとは思うんですよ。まあ僕はその辺のことを、まあ、強い勢いでこうある程度こう言ってるように見た時に、だからまあ僕はもしかしたら人によっては横柄に見えるかもしれませんけども、これシナリオ上これ最高のパターンなんですよ。本当の人口も世界中で見ると、20億人いるかどうかわからない、これが本当の話であって、世界国勢税という国連のデータ発表も、全然当てにならない。アメリカの人たちの人口は、3億人ぐらいだというような表記になっていると思うんですけども、日本が、朝鮮半島とか台湾とか満州国とかフィリピンとかを、まあ、フィリピンの場合は併合というか、まあ、占領というか、まあ、ちょっと言葉難しいんですけど、まあ、それぐらいの頃、あとインドネシアの一部、まあ、そういったところの人口は1億2000万人であって、今の国境内のところの人口はもう今の現時点でもう3000万人いるかどうかわからないっていう状況なんですよ。だから日本とかの人口とか多分アメリカの中に多分組み込まれてると思うんですよ。ベトナム戦争とかああいう風な、ベトナム戦争は違いますかね。まあ今までアメリカの人たちがこう
対応してきた、まあ、多国籍軍のケースがほとんどだと思うんですけど、だからアメリカの方でも韓国とかの人口とかが多分組み込まれておると思うんですよ。だから中国の方では北朝鮮だとか、その周りの近隣の国だとか、だからロシアの方でもそうかもしれません。だからこれは世界中であの人口統計が変になってるその例なんですけども、まあ、そういったところも含めてなんですが、まあ、本当の人口あの発表してあげなかったら、これだけ世界中でも、だからまあ僕が見てるのは政府発表のその生まれてきてる男性と女性の数を、見ていて、49年前から少子化は日本では確実に始まっていると。まあ、その範囲がもしかしたら朝鮮半島と台湾と満州国とかを併合していた時期のその範囲での話かもしれませんし、まあその辺のところに関して、まず精子の生産されなくなる薬っていうのは、それがいかにあのむちゃくちゃなものかっていうのは、まあ皆さんよくわかるわけじゃないですか。でそれを世に公表してあげなかったら、あまりにもそれもう飲んだ後のその人の人生がどうなのかっていうところ、もうちょっとしたことで連れて行かれて、それ飲まされて、その人の人生もうめちゃくちゃ、これもうちょっといくらなんでもやりすぎであると。もう第二次世界大戦の頃のヒトラーとあんまり変わらない。じゃあこれをどういうふうに解決していくかっていうことを考えたら、まあコロナウイルスの時もそうですよ。あんなもん生物兵器ですから。生物兵器に関する条約1条から5条にの違反っていうことを、最初はね、動画の公開ができなかったんですよ。だけどその法律名つけてあげたら公開ができたんですよ。だからその辺のところで、まあだからその僕の喋ってる動画に関して、まあ今までの話を知ってる人とそうじゃない人では受け取り方が全然違うんですよ。あ、この人最高の試合を選んでると。そのオリンピックの件とかも、その解体だとか、そういうふうなエネルギーの残存の問題だとか、そういったことを全てひっくるめると、僕の、訴訟に関しても、その方向へ進めれば、判例が残って、本当は、その精子が生産されなくなる薬とか、昔、田岡製薬所っていう、まあ、フィナンシャルグループの中に銀行とか証券会社なんですけども、その中に絶対製薬会社が入ってるんですよ。昔から。だからもう、昔からの第二次世界大戦の頃からの世界中のその異常性っていうものがあったんですよ。留学があったから世界中で政府上層部の人間もいろんな国、子供の頃から留学するでしょ。だからもう今、こうした人たちにももう、絶対もう、他国へ留学はしないでほしいっていうことを言っていて、一応、愛子様に関しては他国に留学しませんって言ってます。悠仁さまも多分その道を選択すると思います。あんまり若いうちから行ったら利用されたり、海外のことをいろいろ、例えば第二次世界大戦の頃だと、そのお互いにいろんな国を、領土を進出してるのを、やっぱり知るわけじゃないですか。あ、本当だったかということで。で、それが当たり前みたいな感覚になってしまうじゃないですか。だからエネルギーの残存問題も同じなんですよ。留学自体がマイナスになってしまう可能性の方が非常に高い。どうしても消費原理とかがくっついてきますから、その、すごく少子化が進んでる理由として、その精神病院の、精子の生産されなくなる薬だとか、そもそも精神病院のその病床の数なんですよ。民営化とかなった場合、そこの病院がですよ、統廃合の話とかいろいろ出てくるわけじゃないですか。今まで学校だって、学生さんの数が少なくなってきたら廃校だって出てきてますし、だいぶ前から、もう何十年も前からですよ。で、じゃあそこで国のお金がこう回らなくなった場合、商業原理があるから、どうしても病室のその病床を埋めようとしたがる。建設費用とかの、返済だとか。そういったことで。だからそれと、同じようなものなんですよ。そもそも精神病院をたくさん作りすぎたんですよ。だからそこで、警察官をしていたものが精神病院の医者になったり、もうそれも何かいろいろバレて、精神病院の医者になったりとか、大体そういうケースなんですよ。公務員の、普通の公務員でと。もう僕の例でも、もう現場で見ましたから。で、だからまあ、その辺のところで、その、世界中に関してもそうですけども、可能性があるとしたら僕なんですよ。世界中の政府上層部に対して、
あれこれ平気な顔して言うわけじゃないですか。で、協力してくれる人たちもそれなりにいらっしゃるわけじゃないですか。で、これしなかったら、もう本当に極端に人口が縮小が始まってますから、これいくらでもやりすぎなんですよ。だから車の生産を止めたり、まあ、河川水門開式ダム発電とかを始めて、多くの電力で、オール家電を目指していくと。まあ、そういうような最高のシナリオを、進めているから、ある程度の口調で言わなかったら、だから僕はだから天皇家側だとか、まあ何々側とか、だからまあある程度のこと、今までの件はある程度あっても、もう自民党の人たちにも厳しいことを言わざるを得ませんし、じゃなかったら僕は言わなかったら勢いとかはなくなったりするわけじゃないですか。高速道路の建設、まあ、ガソリン車の生産は安倍政権の時に自民党って言うんですけども、日本は日本で一番長い歴代の総理だったんですよ、面識があって。で、そういう中で、世界中の政府上層部と話し合ってもらって、ガソリン車の生産停止まで話持っていってるんですよ。本当はこれ2020年にできておかなきゃならなかったんです。20年にはガソリン車の生産停止って。で、かたやその自民党が長年公明党さんと連立政権を組んでいて、まあ、一時的に昔は公明党さんが離れたりとかありましたけども、高速道路をずっと作りっぱなしだったんですよ。で、今でも作ってたんですよ、ずっと。一般道みたいな道かもしれませんけども、もう構造上全く同じなんですよ。いや、だから車減らしてガソリンのその消費ってをなくしていかなかったら、あなたも自分の生きてる時しか考えてないでしょって。その自分が生きてる間、石油とかガスが自分 の、 あの近くの海の航海で掘っていて、それが貿易輸入の輸入という部分だったとしたとしてもですよ、どう考えても日本が自分たちの消費する石油の量の7割をサウジアラビアから表立ってのニュースではなってますけども、買ってるわけがないなっていうことにだんだん気がついていくんです。世界中で消費量が数十年前と比べて倍増とかしてるのに、ガスで言うと1970年の頃と比べると日本はガスの消費量3倍ぐらいに上がってるんですよ。じゃあ他の国も同じような状況になってるはずなんですよ、近代化してますから。だからもうどうなるかっていうと、絶対地震が発生するから、もうそんなことも分かりきってるから、各自自分たちの近隣でちゃんと掘りなさいよみたいな形に多分なってると思うんですよ。だからまあ今日の僕のホームページ淡井圭介の履歴の38番のところ見てもらったら分かると思うんですけども、ある程度まあ自分で今日、まあ、以前から調べてた内容なんですけども、まあ、いろんな石油の採掘地点、日本列島の、まあ、いろんなものが、アクセスできるようにしています。そういうふうなところを全て含めて、まあ、僕は皇室の人たちとか、にある程度僕まで厳しいことを全く言ってなかったら、それはそれで世界の他国の人から見ると話変になってくるんですよ。あいつも組んでるんじゃないかだとかね、絶対そうなんでしょ。だからもうやっぱりある程度僕も皇室の人たちに厳しいことを言う、これが正解なんですよ。言ってるようにしっかりと、間違ってたらそれ間違ってるっていうことを言わなかったら、どこはどう間違えてるか、もうこれだけ詳細はっきり言ってる以上、絶対僕の言ってることの方が正しいんですよ。で、僕の描いてるシナリオの方が、だからもうこれ極端なこと言いますよ。例えばオリンピックなんかもともと再生産ないですよ。だからもう商業原理とかもともとあるから、潰れるところは潰れたらいいんですよ。もうそんな無理やりね、連れて行って精神を生産されなくなる薬とか飲ませたりとか、精神病院とか、もうちょっとしたことだったらもう罰金にしといて、そのまあ被害を被った人に政府警察がお金を払ってあげたらいいんですよ、入院とかさせないで。で、精神病院閉店したら人口減ってきてるんだから、どちらにしても閉店するのは閉店するんですから、閉店っていう言い方の方が分かりやすいです。結局無駄、多くの無駄を作ってるわけなんですから。で、そういうところに連れて行かれた人、人生めちゃくちゃになってるんですから。まあ、なんかまあ、そういうふうな状況ですので、だからまあ、僕のあの動画に関しては、ああいうふうな内容で、絶対合ってると思います。詳細、今までのことをしっかりと知ってる人からしたら、
彼の言ってることは絶対正しいと。どう考えてもそうなんですよ。じゃあ仮に他国から輸入していたらそれもっとまずいんですよ、話。日本率先してその石油の消費を抑え込もうって言わなかったら、じゃあ他国の人たちが地震発生して、例えば極端な例だとインドネシア の, あの昔の20年くらい前でしたっけ、あの大津波の地震、22万人以上亡くなってるんですよ。じゃあ怪我人の人もっといますよ。もう家とかもうめちゃくちゃになった人たちの世帯数なんかもうとんでもない数だと思いますよ。でしょ、輸入してるんだったらもっとまずいじゃないの話になってくるわけじゃないですか。世界は国連ということで考えていくと、なんかあれぐらいの言い方になって普通なんですよ。で別にあの佳子さまとかも共同訴訟人として淡井さんに言われたからまあこういうふうな状況だし、現地の人たちに実数を聞きに行きましたと。親はあのどういうふうな方で精神病院とか連れて行かれて、そういうふうな薬飲まされましたかと。両親どちらとも。それでどうでしたかと。何ヶ月後に、子供を身ごもって、それでどうなりましたか。まあまあ、こういうふうな形になったっていうのは、その現場の子供の方から辿ってるから、身体障害者の施設とかを訪ねて。これで全てはっきりしてくるんですよ。だからこれを医者とか警察官に調べろって言ったら、その精神病院に連れて行った医者とか警察官はそれを隠蔽しようとしてしまうんですよ。自分が裁判所に出されたら大変な目に遭いますよ。はっきり言って拉致監禁ですよ、警察官が一般人で、それプラス非残虐的な拷問だとかそういった国際条約に引っかかってくるんですよ。すごいことになりますよ、あんなところ連れて行った警察官の人で。金銭的にもダメージこれめちゃくちゃ大きいんですよ。一月の入院で、110何万請求かけられるんですよ。もともとある程度稼ぎがあった人間でも高額療養費制度があるにせよ、それは所得によるんですよ。である程度所得が高い人はかなりの割合で、病院に支払わなきゃならない。だからもう病院がめちゃくちゃしてるんですよ。だって世界最高級ホテルの一つであるヒルトン系のホテルで、私は若い頃働いていたんですけども、その当時一泊、まあ4万円前後だったんですよ。4万円ちょっとだったか、まあ3万円後半だったか、まあそれぐらいなんですよ。だからそれ考えたら、なんでヒルトンと同じ値段やねんと。4人相部屋で。むちゃくちゃでしょ？だからいやでもだからそのめちゃくちゃ、その値段的にもそうですし、で、高級会社乗り回してるだとか、高級車手に入れてるだとか、めちゃくちゃダメじゃないっていう話になるでしょ。だからまあスポーツ選手とかでもその警察官とかしてる人とかもいらっしゃると思うんですけども、絶対もう精神病院連れていかない方がいい。その後自分はどうなるかわからないですよ、本当に。だってもうこれ選択肢最初から一つしかないですもん。そこまでめちゃくちゃにした方が悪いっていうことで、本当はそれ僕二十歳ぐらいの頃、フルーツラバーグでもうそれ決定しますもん。でしょ？だからまあ最後も野球からだいぶ話それましたけども、まあそういうふうなところまで、多くの方がご理解してくれてるのかどうかっていうところですね。まあどちらにしてもこの極端な少子化でね、倒産はどちらにしても増えますし、倒産、増えてるのに、それ人口、本当の人口を発表してあげなかったら、絶対倒産が増えるんですよ。人がいるって勘違いするから。で、あとエネルギーの残存量問題もワンセットで教えてあげなかったら、そう簡単に海外からのお客様なんか呼びませんよと。呼べませんよと。そういうような社会ですよっていうことを、理解させてあげなかったら、絶対もう早々に滅びますもん。エネルギーの供給が止まって、スーパーマーケットに食料が並ばなくなったりだとか、そうじゃなかったとしても、じゃああなたたちねってそんなに海外旅行とかしてまで地震発生させたいんですかって、現地の人たちあなたたちどういうふうにして償うんですかって、自分から自主的に車乗るんやめることぐらい大人だったらできるでしょって。そんなの根性いらないじゃない。例えば髪の毛を染めてるとか染めないだとか、髪の毛染めるのやめることぐらい根性いらないじゃない、いらないじゃないですか。そんなに簡単なことはっきり言って、それは物資を運搬するのに、その染める染料を、あとそれを加工したり、余計なエネルギー使ってるんです。僕の描いてるシナリオっていうものが、
きちっと絶対 100% でほぼ 100% に近い形で絶対間違いないはずなんですよ。まあ、昨日の報道ステーションで小木さん、まあ、小木アナウンサーという人が、まあ、あの人もともと交通機動隊の人なんですけども、涙目になりながら鳥インフルエンザの、画面が出てきたんですけども、まだ、証拠にもなくコロナウイルスとか作ろうとしてる医療業界とか化学関係、化学関係の人間がいたらもう徹底的にそいつは捕まえて、もう家財全部没収しちゃったらいいんですよ。本当にそんなもんお前らの仕事なんか認めないよって、お前ら人としていいことと悪いこと分かってないのと、医者に関しても世の中なめんなよと、絶対こちらの言ってることの方が正しいです。そんな無茶苦茶な社会を野放しにしてたら君たちヒトラーと全然変わらないじゃないって。でしょ？そうでしょ？だからそれは、だからそれを僕の動画を、まあ一部分とかを見て、例えば皇室の人に文句を言ってるだとか、違うんですよ。だから今までの内容とかを全部ちゃんと綺麗に整理整頓できてる人は、ちゃんと今までの話を聞いてきていた人は、彼の言ってることとか、水面下の動き方はもうバッチリだと。それは皇室で、皇室が天皇家はずっと日本の2000年ほどの歴史を担ってきたわけですから、その皇室に判例が残るんですから完璧じゃないですか。で、警察官は何かあった時ちゃんと罰金を被害者の人に払ってあげると。だってそのまま国庫に持っていったら横領してるわけじゃないですか、被害者の人から。そういう形になってしまうから、もう話がめちゃくちゃになって、だから話がめちゃくちゃになってしまうからですよ。だから今後どうするかのところで、これをきちっと僕は整理整頓してるんですよ。だから僕の裁判に関しても、10月24日、13時過ぎ、神戸の下院裁判所、まあ2階なんですけど、229号法廷で開かれるんですけども、だからアワイケースがスポーツの勝ち負けをしてるだとか、まあその、証言とか、誰かこう傍聴席に来てもらったりとかね、あるんですよ。裁判官から傍聴席にいる人にね声投げかけて、誰かこの件で、何かありますかと挙手してくださいと。僕も何回も傍聴席行った時に一回そういうふうに裁判官は言ってきたことがあったんですよ。だからそういうふうな例もありますから、全部の物事を整理整頓していくのが本当にすごく今早急に、必要なことであって、で、今日の試合に関してですけども、横浜ベイスターズは、しっかりと勝てて、よかったなと思います。その、誤解のないように読売ジャイアンツの選手の方にも言っておきますけども、8回9回の方で、ランナーが2人ぐらい出てたんだったと思いますけど、ちょっともう8回9回の試合状況はちょっとよく思い出せないんですが、横浜 DeNA さんの方がですので、左バッターの方、2-2 のカウントから、腰ぐらいの高さの外角のボール、左バッターの方でしたけども、ボールが、バットが出なかったじゃないですか。言葉のワードはバットコントロールプラス選球眼、もしくは選球眼プラスバットコントロールで淡いケースから頭の中をお渡しいたします。細かい文言のところはいいです。そういうふうな内容のものをねしっかりと言葉を組み上げられてるんですけども、ボールをこう投げられるか投げた瞬間ぐらいのところに時に無理っていうワードが頭の中よぎったんです。で、多分それを多分選手の方も聞かされてると思うんですよ。それでバット止めてしまってると思うんですよ。で、多分同じような現象も巨人の選手も起きてたんじゃないですか。だからそれ、ボールが来た時にその言葉を信じていいケースと、信じるべきじゃないケースっていうのが結局出てきてると思うんですね。一応これはちゃんと言っておいてあげた方が、どちらか片一方が、卑怯なことを行ってるとかじゃなくて、多分僕のこれ推測ですけども、両方のチームが聞こえてるから、だからその辺のところだと思うんですよ。その1点差で、ね、その試合が勝ってるところが、
まあ、最終的に、良いところだと思います。まあ、どうしてもあの野球という試合について、ある程度やっぱり意識しますから、8回9回、まあ、1点差だけではなく、まあまあ、横浜ベスターズさんでもうそこ勝ちに行こうって、まあ、今まで優勝回数少ない球団阪神タイガース横浜 DeNA さんでしたから、ごめんなさい、今まで横浜ベイスターズさんって何回か言ってましたけども、訂正します、横浜 DeNA さんです、現在名称。まあ絶対、勝ちに行くっていう形にしてますから、まあ、やっぱりまあ、エネルギーの残存問題とかも、まあ、今の時期だったら東京ドームまだエアコン入ってないですよね。まあそれも込みで、まあ、あんまり時間も変わらないですし、もうランナーがある程度出てと、まあ、得点、取りに行こうだとか、まあ、そういうふうなことで、試合を進めていても、その無理っていうワードを聞かされて、左バッターの方ツーストライク、訂正、ツーボールツーストライク、まあ、腰ぐらいの高さでしたから、多分その無理っていう言葉を聞かされなかったらバット止まらなかったと思うんですよ。多分ちゃんと打ちに行ってる、際どいところのボールは基本的にもうツーストライクまで追い込まれていたら、際どいところのボールは振っていくで、はっきりとボールって分かるところはしっかりとバット止めると、まあ、これを、ずっと繰り返していけば、自然とフォアボールの数が増えますし、だからしっかりとした得点、回をイニングを追うごとに、しっかりと得点が積み上がっていくと、まあ、そういうような形です。だから今パ・リーグで行っている試合とは、向こうは どちらのスタジアムもそうじゃないですか。でどちらのチームもそれ用の野球をしてきたわけじゃないですか。ラッキーゾーンがあって、無風のドームでボールが飛びやすい環境でって、じゃあやっぱり野球の性質が違うんで、でまあまあ宮崎選手の時でしたっけ、センターフライ、やっぱりセンターまで距離、東京ドーム120メートルでしたっけ、まあ、距離云々とかを考えた時に、確率とかを考えた時に、やっぱりまあ打線はつなぎ、まあまあアウトカウントとかもいろいろもちろんありますし、ボールカウントとかストライクカウントだとか、まあその辺のところで、まあまあしっかりと、まあ勝てたことが、まあ何よりであったということです。まあそういえばあともう一つあったとすれば、中盤ぐらいのイニングでランナーの方にちょうど集中っていうことを考えてた時に、画面がちょうど切り替わっていて、ランナーの人と、ファーストの、ランナーコーチの、人が映ってる時に、集中っていうことを伝えてくれていて、でそれ盗塁仕掛けたと思うんですよ。だからその時僕、いやだからね、これ自分の考えてる内容が相手選手に聞こえてる時とそうじゃない時があるわけじゃないですか。だからまあこちらだから、まあそれで集中って言ったと、まあだからそこで走ってくるかどうかで足の力をしっかり渡しておく、置いていたら、まあ場面ももしかしたらセーフになっていた可能性もあります。それとあとは、まあ、盗塁を助けるという話どう思います？もうすぐ、まあ、日本代表戦も近いですし、ボールわざとこうバット振って、まあ、盗塁の確率を上げる、まあまあ、これもね、ツーストライクまで追い込まれていたらバット振ってしまうとワンアウトを献上してしまいますから、まあストライクカウント次第で、確かその場面はバットを振ってあげた方がいい場面、まあランナーが少しでも盗塁した人が確率を上げるにはっていう形にはなるんですけど、これどうですかね。相手の国の人たちとかの様子見て、国際線は対応しますか、どうします、その振って、送球がしやすいかしにくいかどうかで言うと、キャッチャーからするとバットを振りに行かれたら送球しにくくなるんですよ。
まあ、今の一般人方向けに言ってるんですけども、まあ、こんなに長い最後の秒数のところまで、見られてる一般人の方はまずいらっしゃらないと思うんですけども、まあ、その辺のところはあの選手の方たちの方で、判断していただいて、まあ、サインが出てるでしょうから、まあ対応していただいたらなと思います。以上です。皆さん本日はお疲れ様でした。